こんにちは、出会いの就活チャンネルの清水です。今日はですね、東京の G マーチの大学のですね、石井さんに来ていただいてですね、面接、好評の面接シリーズなんですけど、今日はですね、事前にですね、自己 PR を書いていただいていて、その自己 PR をもとにですね、面接をさせていただくと、かような流れでいきます。じゃあですね、早速、石井さん大丈夫ですか？はい。緊張してる？はい。してる？そうですか。じゃあ時間はですね、だいたい20分ぐらい で、その後解説という流れでいきますけど、よろしいですね？はい。はい。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしたらですね、石井さん、書いていただいた自己 PR に基づいて、ちょっとお話を聞かせていただきたいんですけど、はい、これはインターナショナルスクールって、これはどこのインターナショナルスクール？海外なんですけど。これはいつの時代ですか？中学、高校？これは高校時代です。あ、高校時代にインターナショナルスクールにいたんだ。はい。そうするとそこって大体どういう国の人たちが多いんですか？そうですね、インターナショナルスクールなので本当に様々な国の方がいるんですけど、アメリカ人が主に多かったです。日本人は？日本人と韓国人などのアジア人ももちろんいました。そうすると意外と日本人は少なかった？そうですね、はい。なるほどね。で、ここで具体的にちょっとそのあなたがどんな活動したのかって簡単に説明してもらってもいい？はい。私はインターナショナルスクールに通って90人が所属するダンス部の部長を務めていました。で、具体的にそのダンス部の中の部長でどんなことをしてたの？はい、まずダンス部として県大会に出場するということが決まったので、その大会優勝に向けてチームをまとめることに注力しました。何時分ぐらい？韓国のインターナショナルスクールの、あ、インターナショナルスクール同士のダンス大会っていうのがあるんだ。はい。それ何時分ぐらい参加するんですか？19校が参加するものです。19校、みんなインターナショナルスクールなんだ。はい。あ、なるほどね。それで優勝するために具体的にどんなことをしたの？はい、私は4つの施策を取りました。まず1つ目が部活動の練習日を3回から5回に増やしました。うん。2つ目が練習、ね、翌週に向けての練習プランを綿密に立てました。うん。そして3つ目が部活動の積極的に参加させるために月に一度の団体発表と週に一度の個人発表をするという施策を取りました。うん。そして4つ目がその施策を取った後に仲間同士の意見交換と投票を行う機会を設けました。うん。これさ、あなたが部長になった時って、まあ、これ毎年出てたんですよね、これに。いや、私の代から出るようになりました。それはどうして？なんか新しく決まった大会だったので、それに呼ばれて参加することになります。それはじゃあその大会っていうのは、じゃあ全ての学校が初めて出る大会？はい、そうです。あ、そういうこと。じゃあ最初にそれに出るって決めた時、じゃああなたたちのダンス部ってなんかよそで実際にそのなんかその大会に出たことは今までなかったの？は今までなかったです。じゃあ初めての大会？はい。ちなみにあなたは部長で90人の中の部長って、これ次戦他戦？はい、これは3年生からの他戦です。あ、大学高校のシステム違うんだね。何年行くの学校？いや、高校は3年間です。あ、じゃあ同級生からの他戦？いや、2年生が中心となっていた部活だったので。ああ、はい、2年生が主将で3年生の人があなたが主将がいいよって選んだっていうね。って感じです。ああ、分かった分かった。で、なんでじゃああなた主将にその3年生があんたになりなさいんだったの？はい、そうですね、私は常に真面目に取り組むようにしていて、あと練習の場では絶対に笑顔で雰囲気を作り上げることを意識していたので、それが認められて部長にどうですかと言われました。ああ、で、部長やってみようと思ったの？はい。うーん。で、そのさ、初めて大会に出るんだったら自分たちのレベルってどのくらいにあるって分かってたの？そうですね、周り のインターナショナルスクールの方もどのくらいのレベルか分かっていなかったので、うん、どんな大会になるのかちょっと予想つかなかったです。うーん。これ最初にあなたが部長になってこの大会に出るって決めた時になんか目標って決めたの？目標はそうですね、大会というものに出るからには絶対に優勝したいという思いがありました。あ、優勝したいっていうふうに決めたんだ。はい。どうしたら優勝できるっていうふうに自分たちで思ったの？そうですね、まず私たちの部活には多国籍だったため、うん、部活に対する思いがそれぞれバラバラだったので、うん、それを統一してみんなが本気で1位を取りたいっていう思いを持つことが一番大切だと考えました。
実際にその今まで大会がなかった時のさ、このダンス部ってどんな感じだったの？そうですね、すごい緩い感じと言いますか、まず練習が3日しかなくって、うん、まあ、例えばアメリカ人とか欧米の方はすごいなんか趣味の延長線という感じで取り組んでいるという方が多かったです、うん、なるほどね。で、じゃあ大会に出るって決まった時のみんなの雰囲気はどんな感じだったの？なんか頑張ろうとは言っていたのですが、そこまで本気ではなんか楽しみながら頑張ろうっていう思いがあった方が多かったです。なるほどね。あなたがどうしても優勝したいと思ったら何か理由があるの？そうですね、私はあの中学で日本の学校に通っていたので、うん、日本の部活を経験したことがありまして、うん、この部活というものはみんなで全力で頑張って、うん、何か目標にも目指して頑張るということを経験していたので、そういう思いがあったので、高校でも目標、優勝という目標を持って取り組みたいと思いました。それでさ、じゃあみんなで優勝を目指してやろうよって言った時に一番最初にあなたがしたことは？そうですね、まず話し合いの場を設けました、うん、まず部活に対する思いが異なっていたら、その目標に対してみんなでまとめることが困難だと考えたので、うん、その話し合いの場を設けて、みんなが本気であの優勝をしたいっていう思いがあるのかを確認して取り組みました。その会合ではどんな感じだったの？すいません、もう一度いいですか？その話し合いの場はどんな感じだったの？話し合いの場は最初はみんななんか緩い感じでいたのですが、私とあと副部長の方もすごい強い思いがあったので、うん、その話を聞いてみんなだんだん、あ、真面目に取り組んだらすごいみんなでの、まあ、思い出、高校での思い出も増えるし、そのやりがいというか、そのやり抜いた後の達成感などの感動を味わえられると思ってくれた方が多かったです、うん、でそれで、実際にじゃあ優勝するためにあなたが考えたことってどんなことだったの？そうですね、はい、先ほども申し上げたのですが、その練習日が3回しかないっていうのがすごい少ないなと思ったので、うん、顧問の先生がついての練習は3日でしか取れなかったので、うん、あの2日間は部長と副部長が筆頭に2年生が中心となって自主的な練習日を設けました。うーん、それのでこれ実際にさ、みんながさ、その一丸となってやろうっていう風になるのにどのくらい時間かかったの？そうですね、大体、でもその話し合いの場を設けてからみんなの意識が変わったと考えます。で、その後みんなよしやろうっていう形になったの？そうですね、あともう一つきっかけになったのが、行ける人たちみんなでプロのダンサーの演技を見に行って、うん、その演技を実際に見て、なんか人が頑張ればこんなにも人に感動を与えられる立場になれるのだってみんな実感してくれたと思うので、うん、それも大きなきっかけになったと考えます。それはあなたが行ってみようって誘ったの？はい。それはどうして？それはたまたま有名なダンサーがショーケースをするということを知ったので、うん、それは絶対にすごいいいタイミングでもあったので、みんなの意識が変わると思ったので誘いました。ああ、なるほどね。それ全員で見に行ったの？全員では見に行けなかったんですけど、その行ける人っていうか行きたい人だけで行きました。これ最初にさ、じゃあ優勝目指そうねってみんなが始めた時ってどんな感じだったの？最初に練習ですか？だからそのレベル感とかみんなの気持ち的には、はい、そうですね、レベルはまだそこまでみんなが同じレベルというか、あの趣味程度としてやっていた方もいたので、レベルの個人差はすごくありました。うん、なるほどね。それでその練習日を増やして、あと綿密な練習プランを立てたことで、うん、その筋トレなど筋力トレーニングなどをルーティン化させて、うん、そしてまず振りを覚えてから毎週金曜日にの練習の一番最後に動画撮影を行って、うん、その土日の間に次の週ではどんなことに注力するべきかを副部長と話し合いをして、次の週に向けたトレーニングを考えました。うん、それでさ、どのくらいの期間でこれ何、始めてから大会までどのくらいの期間と思う？そうですね、大会が決まったのが9ヶ月前くらい。あ、9ヶ月前ね、はい、その9ヶ月の間の感じをちょっと簡単に説明してくれる？そうですね、最初はもう絶対にみんなをやる気、みんなのやる気を出すということに注力しました。で、その後にだんだんみんながついてきてくれるようになって、うん、そこから練習の
効率がすごく上がったなと思って、すごいやりがいを感じてきました、うん、途中でそのなんかみんなが一丸となってやる中で一番なんか大変なことだったとか苦労したことってどんなことなの？そうですね、やっぱりその部活の概念が異なっていたことが一番の課題だったので、それをまとめることが困難でした。部活の概念が違うって実際にどういうこと？そうですね、例えば先ほども申し上げたのですが、日本だったら部活というのはみんなで全力で取り組むっていう考えがあるの、うん、ある一方でアメリカ人やその欧米の方であったりすると、部活は少し遊びというか趣味の延長線という考えがあったり、あとなんか国での考え方が異なっていたので、楽観的に考えている方が多かったのかなと考えます。でもそういう人たちがさ、どうしてその最後みんな一生懸命やるようになったの？そうですね、私とその副部長の方の強い思いが伝わったっていうのと、あとそのプロのダンサーの方のショーケースを一緒に見に行って、自分は人間は努力すればこんなにも人に勇気を与えられるような存在になれるっていうことが分かったからだと考えます。じゃあそのなんかみんなを奮い立たせる中でさ、なんか一番努力したこととか一番苦労したことって何？そうですね、まず自分が一番努力しないと絶対についてきてくれないと考えたので、その部活動の練習には自分が一番積極的になって取り組むようにした、しました。このなんか9ヶ月の中でさ、例えばこう一番、まあそうは言ってもこれ何人ぐらいがそのダンスする形ので参加したの？これは18人の。18人、はい、じゃあ18人の人ってこれ最初からメンバー決まってたの？それとも途中で上手い人だけなれるみたいな、どんな仕掛けでやったの？これは途中から決まったっていう感じです。うん、これその時ってさ、その18人に漏れた人たちっていうのはどういう風になっちゃうの？は、大会に出場することはできない。そういう人たちって途中でもう嫌になっちゃうの？は、普通に部活動に参加していました。うん、これそうすると何、その18人の選ばれた人たちだけを優勝させるためにこう頑張ったのか、その部員全体を頑張ったのかっていうとどっちになるの？そうですね、部員全体をまとめるということに注力しました。それは具体的に例えば どんなことをやってたの？それは先ほども申し上げたのですが、その週に一度の個人発表と月に一度の10分間の団体発表をやるということを決めて、うん、その部員全体での交流の場を増やしました、うん、あ、具体的には部員全体での交流の場ってどういうこと？そうですね、そのグループが10人グループを作って月に1回発表会をする、部活動内での発表会をするということを行いました。そうすることで今まであんまり密に関わってきてこなかった部員とも関わる機会が増えると考えたので、この施策を取りました。うん、これあなたがさ、このインターナショナルスクールでさ、まあ、いわゆる考え方も違う人たちと一緒にやるときにさ、何かその何が一番大切でどうしたらうまくいくってことがこの経験で分かった？はい、私はまず価値観を否定せずに受け入れてから考えて行動するということが一番大切だと学びました。これ具体的にどういうこと？具体的にはその国によって考え方が異なるっていうことはもう仕方がないことなので、うん、それを一概に否定する、自分の価値観が正しいっていうことを正しいって押し付けるのは絶対にしてはいけなくていいと思ったからです。じゃあ例えばそのさ、アメリカ人とかその部活は楽しければいいやって子たちは実際に どうしたの？実際にそうですね、そのアメリカの方たちは最初はそういった気持ちを持っていたのですが、私が、日本の部活を経験してきて、その全力で取り組むということに達成した後に感じられる感動などを伝えていったら、あ、自分もそういった経験をしたことがないから、この機会にしてみたいと思う方が増えました。それって一回話したぐらいで、なるほど、じゃあそれでやってみたいみたいになるの？そうですね、一回話しただけではやっぱりなんかは大変そうだなって考える方が多かったのですが、そのダンサーとかの演技を見ることで、実際に自分も頑張れば本当にここまで変われるんだって気がついたのだと思います。これね、一番最初に自己 PR の中でさ、私の強みや目標に対し多角的な視点からアプローチできることですって書いてあるんだけど、今回このケースで言ってる多角的な視点っていうのは どういう部分のことを言っている？そうですね、その4つの施策を取ったこと、うん、でその技術向上だけのための施策ではなかった、技術向上だけではなくて、
その部の全体としてのまとまり、団結力を築き上げたことだと考えます。うん、あ、要するに技術の向上と団結力を築いたこと。はい。どっちの方がうまくいったと思います？そうですね。団結力が強まって息が合うような演技ができるようになりました。うん、そう、団結力ってその一番この上げるために努力した点ってもう一回教えてくれる？一番努力した点は、そうですね。その月に一度のグループでの発表を行うということです。あ、グループでの発表を行うと どうして団結力が増えるんだっけ？そうですね。練習の機会が、まあ、増えるっていうのと、あんまり話したことがなかった部員たちとの関わりが、うん、学年を混合してやっていたので、話したことがない部員とも密に関わるようになって、練習を行っていったからです。なるほどね。じゃあ一旦ここで来てみようか。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。実際には自分でさ、俺が質問しながら自分で話していて、どうだった？どうだった？まあ、同じようなことを違う感じで聞いてくださって、それにちゃんと一貫性を持って答えられたのかなって。なんで同じようなことを何度か質問が面接官がすると思う？その人が本当に同じ気持ちを持ってやっていく。それもあるんだけど、はい、今回の石井さんのケースで言うとね、なんだろうな、石井さんの話してる話がさ、もう一段具体的な話として降りていってないんだよね。はい。だから弱いんだよ、その話。僕ね、やったことを多分素晴らしいことなんだと思うんだけど、その素晴らしさが言うほど伝わってない。うん、はい。これなぜだと思う？具体性がないから。そう。例えばね、一番最初にどんなこと苦労したって言ったら、あ、文化が違うから部活は楽しいと思ってるアメリカ人の人がいたんで、それでどうしたのっていう話を聞いたら、あ、その人たちに説得したら、あ、なるほど、私やったことないから頑張りますってなったんです。そんな簡単なもんかな？そんな簡単なもんじゃなくない？はい。俺も外国人知ってるけど、はい、わかりましたってそんなに潔くってさ、一生懸命やる外国人は見たことないっすよ、俺。はい、だろ？本当はどうだったの？本当はそのことを話してないから伝わらないんだよ。例えば1回目話した時どうなったの？その具体的な、その、じゃあアメリカ人の何々さんだか分かんないけど、そのアメリカ人の何々さんっていう具体的なその子にどんなアプローチとしてどんな風にして変わってきたかってちょっと話してごらん、ちゃんと。はい、そうですね。最初に真面目に取り組もうって言った際は、あんまり正直乗り気ではないというか、やっぱり自分は趣味程度でしか考えていなかったから、そんなに全力で取り組むっていうのは、まあ、めんどくさいっていうか難しいって言われた。はい。で、次どうしたの？それ聞いて。それ聞いて、いや、でもその部 全員で頑張るからこそ生まれる感動があるっていうことを伝えました。で、それでどうした？はまだ分かってくれない。分かってくんないよね。で、分かんないって。それでどうしたの？それで、その一緒にプロのダンサーの演技を見に行きました。プロのダンサーを見に行こうよって誘った。はい。で、誘ったら彼女はじゃあ行くわって話になったの？そうですね、そのダンスは好きだったので、うん、本人も、うん、見に行こうっていう形になりました。で、見に行った。そしたらどうした？はい。したらすごい、なんかその方も初めてプロの方の演技を見たので、うん、すごい感動していました。感動した。で、はい、それでどうした？それで自分たちもこうやって努力したら変われるということを伝えた。もう一回伝えた。はい。そしたらどうした？まあ、やってみるかっていう気持ちに変わっていった。やってみるかの気持ちに変わった。でもそこはきっかけでしかないよね。その後どうした？その後練習を増やしていったことによって、練習に対する意欲がどんどん増えていった。あ、練習量を増やしてついてきたの？途中で、はい、こう弱音吐いたりしなかったの？そうですね、やっぱり文化の違いとかもあって、うん、休むことがあったりもしました。で、その時どうしたの？その時は、まあ、最初は仕方ないのかなと考えていて、うん、でもその大会への日にちが近づくにつれて、やっぱりみんな練習に参加しないと、一人が欠けていたらあんまり意味のない練習になってしまうので、うん、それを説得して参加させるようにしました。そしたらその子って最後どのタイミングで本当に自分の意思で一生懸命やってやろうって気持ちになったの？そうですね、その大会の
日にちが近づくにつれてどんどんと責任感とかも芽生えてきて参加するようになりました。そうするとね、リアリティってさ、はい、なんて言うんだろう、そういう話をちゃんとしないといけないんだよね。はい、でね、これ僕いつも面接するときにみんなに言うんだけど、質問したら質問したことだけに答えるんだったらダメなんだよ。はい、例えば何々こうですっていうのは別に質問した内容だけ答えてほしいっていうんではなくて、この面接って場ってどういう場かっていうとさ、あなたが私はすごく素敵な人なんだと、こんな素敵な私をあなたが採用しないといけないよっていうことを説得する場面だよね。はい、そしたら僕が質問したっていうのは一つのきっかけでしかないんだな。はい、そのきっかけの質問に対してほうっていうふうにあなたがもう少し踏み込んで答えなきゃいけない。はい、そうするとね、例えばさ、一番最初その例えばこれやってね、最初どうだったんですかって聞いたじゃない。そうすると、文化の違いで文化の違いで最初は一生懸命やってもらえなかったんです、で切ったらダメなんだよ。はい、質問はそれで答えたことになってるよね。はい、でもこれは相手を感動させるストーリーを伝えるゲームだから、はい、そうするとね、いや最初はそのアメリカ人の人は考え方が違っていて、日本の部活ってみんなで一丸になって目標に向かってやろうっていうのが当たり前なんだけど、アメリカ人はいや私は楽しいからやってるだけだったんですよね、なんで練習に一生懸命参加してくれなかったんですよと、なんで私は説得したんですと、でもやっぱり言うことが聞いてくれなかったんですよねっていうぐらいまで引っ張らないと、でそれでどうしたのっていうふうにはならないよね。はい、でね、今日の面接の中で石井さんのいけないとこは質問に答えてるだけなんだよ。はい、面接ってね、質問に答えるだけじゃダメなんだよ。これはあなたがあなたの素晴らしさを見せるこれ舞台なんだよ。はい、そうするとどう説明すべきなのかっていうのがポイントなんだよね。そうすると僕の質問に答えるだけじゃなくてもう一歩踏み込んで話さなきゃいけない。これが一番重要なことで、それとね、もっと具体的に話してあげなきゃいけない。はい、だって最初はこうだったんだけど、さっきの中で言うとね、アメリカ人の人やる気がなかった、例えばアメリカ人の人ってこう考え方が違ってこうだった、それで話したんだけど、やっぱりその乗り気じゃないんですよねと、それでまた言ったんだけど、やっぱりなんかこう本気でやってくれないんですよね、でもこれ団体のスポーツだからみんなが一人でも真面目にやらない人がしたらダメじゃないですか、それで私はあダンサーが来るんで一緒に見に行かないから、その子見るのが好きだったんで連れてったんですよと、そしたらね、あすごいな、やっぱりこれだけうまいと感動するよねって思ったんで、私はこれいい機会だと思ったから、私たちもこのくらい一生懸命やるとね感動させられるんだ、そうかな、やっとその気にちょっとなってくれたんですよと、でも練習してるうちに、こんな辛い練習だなっていうのが何度も何度もあるとき、私はこう言ってこう言って、そして最後やっとこうなったっていうとふーんって思うでしょう。はい、そういうふうに話さなきゃいけない。はい、それがね、今の話の中だと表面的な形で話が進行してるから深く入ってかないんだよ。うん、そうするとふーんで終わっちゃうんだよ。こんないいネタを持ってるのがね、これ話って何でもそうなんですけど、質問したことだけに答えるんじゃダメなの。あなたが主役としてリードを切って話していかないといけない。じゃあ例えばもう一回聞いてあげようか。これまああなたが部長になった、例えばね、じゃあこれいこうか。これ部長にはどうしてあなたが部長になったの？どうして私はあなたどうして部長になったの？はい、その1年時から練習に積極的に参加していて、絶対に休まないでもうサボらず筋力トレーニングとかも行っていて、あと 部内での雰囲気も明るく保とうとしていたので、それが認められて部長になりました。だからそのくらい話した方がいいよね。はい、だってどうして部長になったのって最初の時は、あ、3年生に推薦してもらったんですって答えたから、だからどうして3年生が推薦したのってもう一回質問しないとダメだよね。はい、もし俺はたまたまこういう形のやってるから、どうしてあなた3年生が選んでくれたのって質問してくれるけど、質問してくれない場合もあるよね。はい、そしたら、あなた主将だったの、ふーん、どうして、あ、3年生に選ばれたの、あ、そうって違う質問に行かれちゃったら、あなたの良さは伝えられないまま終わっちゃうんだよ。うん、はい、そうすると面接ってさ、その質問を皮切りに、あ、実は3年生に推薦されたんですけどね、3年生が選んでくれた理由はって話すことなんだよ。あ、そうするとこの子ってなるほどいい子なんだな、伝わるんでしょ。それを伝えなきゃいけないんで、一個一個の中で。うん、はい、そうしないとせっかくのこの質問に対してあなたが答えだけをしちゃうから発展性がなくなっちゃうんだよ。はい、だから自分が魅力的に、あとね、
これ例えばね、多角的な視点でアプローチができることって具体的にどういう感じなの？なんて答える？技術力向上と決断、すみません、団結力の2つの側面から、目標に向かって、大会優勝という目標に向かってアプローチできたということです。これさ、多角的って言葉を使ったじゃないですか。はい。多角的っていうのはさ、複数あるってことなんだよね、はい、視点が、はい、そうすると一番最初の答えの時ってさ、なに、あ、技術となんとか、こういう時ってさ、多角的って書いた瞬間絶対質問されちゃうんだから、具体的に多角的ってどんなことだったら、それはですね、私は3つ重要なことがあると思ってて、技術となんとかとなんとか、パチパチパチって言えなきゃいけない、はい、これ何、2つだとちょっと甘いよね。多角的ってまで言ったらさ、技術の面と、あと何、雰囲気と、あと何、雰囲気と技術力向上と、技術力向上だよね、技術力を向上させなきゃいけないから練習量を増やした、それと部の雰囲気、雰囲気をアップさせるのと、あとあなたがやったことって他にも実はこれ4つやってるってことは4つの視点があるはずで、1つはさ、チェックをずっとしてるんだよね、はい、やったらみんなが見てチェックするとか、実際に自分たちがやったの少人数の中で踊る場面を見せていくみたいなことをやってるよね、それを言葉で表してあげる、はい、あ、はい、そうするとね、例えば私は多角的ってどんなこと、1つはですねこうで、2つ目はこうで、3つ目はこうで、4つ目はこう、あ、なるほど、多角的ってこういうこと言ってんだ、4つあるんだなっていうのが絶対いいでしょ、はい、だからこの部分の一個一個の接続は、まずは練習量、量を増やすこと、それと1日1日で終わった後に反省をするとかね、で、あと要するに気持ちを上げるために毎日意見を聞くとか、そういう風にして話してあげないと論理的に聞こえないんだよな、はい、そういうところをちゃんとしきしっとしておくんだね、はい、それが重要なこと。だから僕今日のケースで言うとね、これ多分すごくいいエピソードなんだけど、そのいいエピソードがいいエピソードに聞こえないんだよ。いや普通ね、すごいねとインターナショナルスクールで頑張ったんだ、すごいねは伝わってくるけど、そこで止まってる。もう一段さ、あ、この子の本当の強さとか強みっていうところまで到達できてないから、そこの、あ、インターナショナルスクールでダンスムード部長として頑張ったのね、あ、いい子だねっていうところで止まってんだよ。もう一段、あ、すごいねっていうところまで行かなきゃいけない。そうするとどこであなたのこの部長としての凄さを見せるかっていうところを決めとかなきゃいけないね。どれが一番ポイントする？多角的にいろんなことを考えたってことが重要なのか、そのやる気のない外国人を巻き込んだってこと、どっちが一番強い話なの？これは。そうですね、最初は多角的な視点からアプローチできることかなと思ったんですけど、この面接を通して外国人の価値観とかを、価値観っていうかそのやる気とかを変える方がなのかなと思いました。そしたらさ、こうね、多角的みたいな、さっきの4つの施策っていう風に言うじゃないですか、はい、4つの施策みたいに言った時ってさ、なんでこの4つの施策が重要なのかっていうのを論理的に説明できないとダメなんだよ、はい、そうだよね、はい、私は例えば優勝しようと思いました、ほーっと、で優勝するためにね、重要だと思ったことはこういうことなんです、なぜならばなんだよ。そうじゃないと論理的に説明できないよね、はい、私たちのチームって弱いところはこうこうで、これなんか初めての大会じゃない、例えば去年が19チーム中15位だったら、こことこことここがダメだったからこうって言えるけど、初めての大会だよね。初めての大会だから私たちどうすればいいかっていうふうに思った時に、4つの政策を打ったっていうところにさ、論理的な裏付けを作っとかなきゃいけないんだよ。なんか具体的にやったことないの？例えば他のチームを見に行ったとかさ。他のはないです。インターナショナルスクールで見に行った、うん、じゃあ練習量はまあ増やそうねっていうこと以外に、他のことをなんかやろうと思ったきっかけは何なの？そうですね、まずその練習、練習の後に撮影をして、うん、したことでよく、あの前の週と比較することができるので、成長、それはなんでそれをしようと思ったの？目に見える変化があった方がやる気にもつながると考えたから。そうなんだけど、撮影して見て前週とどう上手くなったかをやろうっていうのは、どうしてそういうアイデアを思いついたの？練習プランが今までは曖昧であったため、もっと練習を効率化させるためにプランを考えるために、撮影して取り組むべきものを見つけ出して。あ、そうなんだけど、ちょいちょい、きっかけ、きっかけ、思いついたの？あ、ビデオ撮ろうって簡単に思いついたの？何のあれもなく、ビデオを撮って前週と比較すべきだっていうそのアイデアをどうして生み出せたの？どうして普通に、あ、ビデオ撮ろうっていうのは簡単に思いついたんだ、何のあれもなく、はい、撮ろうと、はい、撮るのは簡単じゃん、
で、前週と比較して違いを見てこうしようって思ったのはなぜ？その今までもあのビデオを撮るっていうことはあったんですけど、うん、比較するというよりかは振りをみんなが覚えられるようにっていう感じで撮っていて、うん、それで練習を本格的に始めるとなったらやっぱり目標が必要だと考えたので、うん、足りない点を課題点を見つけ出してそれを集中的に取り組むために比較を行いました。そうそう、今までも撮ってたんだけど、撮って振りを覚えるためには撮ってたけど、はい、でもっとレベルを上げるためにきちっとした形ができてるかどうかのチェックのためにビデオを入れたんだ。はい。それはチェックが必要だって思った理由は何かある？目標がないまま練習をしていても効率的ではないと考えたからです。だからあのね、こう人間喋ることっていうのはですね、必ず論理付けして喋んなきゃいけないの。はい。わかる？こう上手なコミュニケーションもできる人っていうのはいろんなことの事象がね、全部が全部さ、つながっちゃないよね、本当は。いろんなことってつながってるかどうかってよくわかんない。 100% つながってるかどうか大事じゃないですか、因果関係って、はい、でも、つなげて説明する、それが一貫性っていう概念だ、はい、そうするとね、こう、なんだろう、例えばこうもっとこう、身近な時間の中で練習しなきゃいけないなと思ったんで、もっと効率的にやらないといけないってことを私はすごく気にしたんです。どうしたらもっと効率的にやれるかなって視点に立った時に、身近な時間で早く覚えるためにはビデオを撮って、それって違いを見てそこを直すってことをやればもっともっと早くできると思って導入したんです、とか、例えば効率性って視点の中でこの方法もやったんですとか、何かそういうふうにこう説明付けしながら人間って話していくってことが重要なの、はい、そうすると相手が理解できちゃうわけだよね、はい、コミュニケーションってね、相手を分からすゲームだから、相手を分からすためにいろんなことってバラバラにやってることでも、こういう一貫性の中でやったって説明されたら人間って納得しちゃうんだよね、分かるよね、はい、そういう説明の仕方をしないといけないとね。そうすると今日のね、石井さんがこれから本番の面接向けて変えなきゃいけないことを、1、相手が質問されたことに質問の内容だけで答えるんだと不十分だ、その先、自分の良さをもう一段見せるってとこまで踏み込んで答えなさいっていうのが1ね。それと、どうしたのって質問したときにもっと具体的に答えなきゃいけないってことなんだよ。抽象的な言葉で喋りすぎてるよね、はい、もっと効率的にこう、いや効率的って具体的にどうして効率的にしたかったの、だからこうだから、だからもっと具体性を持った事実で説明するってことを意識する、これ2つ目の注意点ね、はい、で3つ目は、一つ一つの話に因果関係をちゃんとつけて説明する、このことをすることによって話がもっともっと分かりやすくなるし、ふーんって思われるんだ。だから、はい、そういう話ができるようになるまで練習することが重要だね。はい、分かった。そこを意識するといいね。なんか石井さんの方から質問ある？そうですね、なんか喋りすぎてしまうっていう心配があって、あんまり長く、いや、そうでもないよ。その今ぐらいのあれ、みんなね、そうだね、喋りすぎるっていうほど喋ってない。はい、割ともっとちゃんと、ことがどちらかっていうとね、抽象的な言葉を喋りすぎてるね、うん、俺は喋るときってあんま抽象的なこと喋らないようにしていて、具体的なアメリカ人、俺なんかだったらアメリカ人で何々さんっていう名前まで言うけどね、それがリアリティなんだよ。いや、あの実際ね、インターナショナルスクールでアメリカ人の何々さんっていうのもいて、やっぱりアメリカって違うんですよね、文化が。こう楽しいのが重要なのよ、私なんでそんなに一生懸命やんなきゃいけないのって感じだったんですよと。で、ね、部活ってそうじゃないのよと、日本ではこうなの、いやそれあんた日本の話でしょと私言われちゃったんですよ。ここの方すごいリアリティない？はい。そういう風に言うと、へえ、もうちょっと聞きたいなって思うじゃん。はい。そういう風なことを意識してシチュエーションを喋っていくとかね。はい。他に何か質問ある？うん、は大丈夫。はい。そしたらさっきの3点を注意して、これ声に出して何度も何度も練習してみるっていうことを意識してるといいと思いますね。はい、ありがとうございます。今日はですね、 G マーチの石井さんに来ていただきました。面接、自己 PR をもとにやらさせていただきました。どうもありがとうございました。